手、マグロ仲卸の大広水産グループの米彦さんに、来ています。越原店長です。はい、越原です。よろしくお願いします。はい、はい、頭はやっぱりこのノコギリ使うんですか？マグロはどうしても大きいんで、はい、包丁で切れない硬い部分が何箇所かあるんですけど、うんうんうん、まあ顎のこの部分は骨が入ってるから、はい、結構硬いからノコギリです。なるほど。頭はどうするんですか？おー、すごい。食べれるところがいっぱいあって、これの脳天ですか？脳天、これが脳天。はい、で、まあ頬肉なんかここに入って、はい、まあ、あとこれが顎肉、はいはい、あと目玉なんかも食べれるし。目玉ってどうやって食べるんですか？目玉はね、甘辛く煮たりだとか、はい、水が多いんじゃないかな。煮付けみたいにして食べるとか。はいはい。まずヒレは全部落としちゃうんですね。うん、全部かき下ろしてある。はい。これは硬いん、よく動くっていうか使う部分だから、あ、骨が強くて硬いんですよね。なるほど。あ、本当だ。骨あります。先にもうこのヒレだけは取っちゃう。はい。さすがにヒレは食べないんですよね。ヒレのね、マークで下ろしたら見せるけど、はい、食べれる部分もあるんで、あんま食わないかな。なんかフカヒレとかってヒレですよね。あ、でもあれはまた、うん、そうまた違うか。サメは骨ないでしょそうですよね、確かに。そうだよね、サメって骨ないんだよね。あれあんの？あの、硬くねえのか。軟骨か。このお腹のとこ最初からいつも空いてるのはもう港の時点で空いてるってことですよね。そうそう、マグロ基本的にもう、まあ、天然養殖問わず、はい、内臓が全部ない状態で。ああ、そうなんですね。水に来る、うん、はいはい、水揚げの時にすぐ内臓が来ちゃうっていう。これはもう大間だろうが、うんうんうん、どこだろうが、海外の養殖だろうが全部、もう全世界共通って感じなんですね。基本的にはで、メジとかちっちゃいのが入ってくるとか、はい、これ大きいマグロは全部あ、そうなんですね。オスかメスかわかんないっていう。ああ、そうなんだ。そう、内臓でわかるんですか、オスかメスかって。うん、そう。ね、そうだよね。わかんないよね、オスかメスか。まあ、卵はたまに入ってるやつもいるけど、そうなっちゃうともう、判断するとこ全部なくなっちゃうから。あ、そうなんですね。じゃあ、まず、はい、いきます。はい。ここも硬いから、ノコギリ。ノコギリはもうここまで。はい。今からマグロの骨に沿って包丁を入れていきます。はい、骨に沿って、はい。背骨なんですかね。うん、背骨か。うん、最終的に4等分するんでしたっけ？とね、マグロは5枚おろしっていう。あ、5枚おろし。中骨が1枚残るんで、はい、
腹が2丁、背が2丁、うんうん、はい、あと骨が1枚だ。全部あー、そういうことですね。うん、5枚、4枚、うん、だんだん骨が見えてきた。そうですね、面白いのが。うんうんうん、これに沿ってこの場所っていうのはもう経験で、まあ、一応、まあ、本マグロはここら辺とかメバチマグロはここら辺みたいな、うん、一応あれはあるけど、でも最終的には感覚、感覚なんですね。まあ、個体差ももちろんあるんで、はい、大体ここら辺だけど、あとはもう微調整はもう、うんうん、その都度。はい、骨に沿って、うん、これが中落ちのところですね。そうそうそう、うん、すごいな。いつだ、下ろせ。ちなみに越原さんはマグロ歴何年ぐらいなんでしたっけ。15年ぐらい。こんなもんです。すごいっすね。これが、腹になるんですか。腹の部分。はい。うわ、すごいな。さっき骨に、はい、また切り込み入れて、はい、長い包丁を使えるように。この骨がついてると包丁が入らないから、はいはいはい、この部分だけもう切っちゃって、ここに太いのが入ってるってことですか。そうそう、この骨が硬い、あ、いわゆる中骨って言われるやつ。はいはい、半身がおる。はい。いわゆるこれが中落ちって言われる。中落ち。部分。え、ここが今背と腹両方ついてる状態ってことです。そうそう。うん、今下ろした時腹があってここに背があってことですよね。ひっくり返すとまた腹と背があって。うんうん、でこれが中落ちで、でこの、うん、この折れてるじゃないですか、骨折してるの。はいはい。これは。ケースから上げるときに、うん、電気ショック使って、はい、上げるんです。マグロ、うんうんうん、マグロ生きたまま釣り上げちゃうと、はい、マグロ暴れるんで、はい、身が劣化しちゃうから電気ショックっていうのを使ってマグロを気絶させてから、うんうんうん、まあでも天然でもやっぱ大間とかも使ってるけど、はい、そうするとここが折れるんです。へえ、そうなんですか。電気ショックのせいで。だいたいこの辺りなんですか、折れるの。あの、こういう時もあるし、人の個体差はあるけど、はい、逆にこれが折れてないとマグロの身が悪くて、うん、劣化がしちゃう、良くなくて。あ、そうなんですね。あの焼けるっつって赤みがちょっと茶色くなっちゃったりだとか、うんうんうん、する時が多いから、もう骨折してる、してないと、もう、やっぱ全然良くないかな。あ、じゃあなんかもう神経締め的な、うん、あ、そう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 、まあ、マグロをいかに鮮度よく水揚げするかみたいなところで、はい、うんうん、これはやっぱり表面になんかいろいろ汚れがついてると、ま、うん、まあ中に衛生的にもあれだし、そのなんか黒いね、マグロって白く見えて実はなんか黒いなんかあれがついてるんですよ、色が、はい、マグロ本来の色が、うんうん、まな板が結構黒くなったりだとか。そうですね、確かに。あるから、もうなるべくもう綺麗にして
鱗とは違うんですよね。うん、鱗はね、違うんです。はい、鱗ももちろん、マグロってさ、貝とかと違って表面触ってもそんなに鱗を感じないんだけど、でも実は鱗ちゃんとあって、この表面がツルツルなんだけど、その下にちゃんと鱗が入っているんですよ。あ、そうなんですね。おろす前に見せたらですね、マグロって早く泳ぐからさ、はい、全パーツが収納できるようになっているんですよ。全パーツが収納できる。あ、なるほどなるほど。こいつもそうだし、そういうことですね。全部ちゃんともう高速で泳ぐというか、もうこういうなって、収納されるようになってる。丸の状態で見せたら。そうか。あ、その鱗もその早く泳ぐために空気抵抗をなくすために。そうですよね。いわゆるここ触ってダラダラ鱗があるわけじゃない。これさっきおっしゃってた何でしたっけ、そのトロの部分が白くないっていうのはどうでした？開けてみて。まだわかんない。この後の切るから。あ、そうなんですね。今日のこのマグロ全体的にどうですか？開けてみて。鮮度抜群だし、色もいいし、文句の言いようがないから。あ、そうなんですね。まあ、平均的ないいマグロかな。一番見て分かるのってどこで判断するんですか、鮮度？難しいな。でもやっぱ血合いの色だとか、分かりやすいかな。はいはい。血合いの色がやっぱ明るい色が鮮度がいいから。茶色かったりちょっと黒くなったりすると鮮度が悪かったり。はい。一応下ろします。さっきのがこれになったんですね。すーげーな。これが5枚おろし。はいはい。ここが腹が2つですね。腹2丁、手が2丁の、あと骨が1枚、全部で5枚。はいはい。まあ尻尾とか頭はあれだけど。
尻尾はもう全然使わないですよね。まあこのサイズだとあんま使わないから、もうちょい長ければさ、テールの輪切りにして、はい、薄切りにしたり焼いたりする、うんうん、ああそうなんですね。やっぱり腹が一番高いんですよね。まあどうしても腹の方が割高になっちゃうかな。うん、そうなんですね。ただ量的には背の方が取れるって感じなんですか。うん、基本的に背の方が取れる。うん、マグロの中で一番取れるのは中トロだから一番多いの。あ、そうなんですね。中トロっていうのは どこら辺なんですか。後で切って見せるけど、はい、いわゆる皮、この皮に近い部分。あ、そうなんですね。マグロは骨に近くなればなるほど赤身になってくるから、はい、いわゆる中骨に、骨にこの骨に近くなればなるほど赤身になって、皮に行けば行くほど脂が出てくる。うんうんうん。いわゆる中落ちって呼ばれるものは、はい、赤身だから。そうですよね。一番赤身 の骨に近い部分の赤身。うん、そうか。じゃあ今だから赤いところしか見えないってことですね。そうそうそう、今これから切ってみるけど、はい、これがカマ。あ、これがカマなんだ。はいはい。ここはカマトロっていうの、はい、一番マグロの中で脂が乗る。そうなんですね。これ1匹から2つしか取れないし、でさらにカマトロの量なんて本当、ね、この少ししかないから、ね、この中に入れるわけです。はい、どうですかこの色は。いやもう最高にバズいいと思う。最高にいい、うん、でやっぱ油もまだ白くなってないし、うんうん、でここのちょっとブヨブヨブヨってなってるのなってるじゃないですか。はい、そうです。でもこっちはなってないし、これ、まあ、これはちょっと違う。でもこっちはちょっとブヨブヨってなってるのは、これ死後硬直中なんですよ。ああそうなんですね。マグロって縮れっていう表現をするんですけど、はい、今死後硬直中だから身がグググってなっちゃってるんですけど、はい、もう死後硬直終わってるからならないんですよ。あ、そうなんだ。でこれがだから鮮度がいい証拠、はい、釣り上げられてからここまで来る間にこれが終わってるマグロが、これが死後硬直が終わってから脂がにじんでくるから、はいはい、だから三重を使う理由はこれ、この縮れるから、あ、そんぐらい鮮度がいいっていう証拠。あ、そうなんだ。これダメなのかなと思ったらこれがいいんですね。これがいい、うわ、ここが大トロはこの部分で、うんうんうん、で中トロがここら辺、はいはい、で上が赤身。